さんのジーコにちょっと注文していきたいんですけどね、これ今月20日にありました。事故現場は大阪です。国道ですね。男性24歳が軽自動車運転中にタバコを吸うためにライターで火をつけようとしたら電子に火が燃え上がったんですね。燃え上げる。なんでか。